あととデンンススパチあベベジェリンははティスでで使い分けててプレイできてました <laughs> の、荒れてたやつこれね、あの、なんか、すごい勘違いされてるんですけど、あの、ベティスで基本、外側のサイドバック取ってるじゃないですか。で、内外使あの、中できないってい、中取れないって言ったのは、中のトップ下の役割取れない。あのね、昔ね、バルベルデの時もあったんだよね。その、あの、裏走れないみたいなやつで。 クロスには確か飛び込めんだけど、バルベルで。あ、じゃニアゾーンランはできるんだけど、あの、ビダルみたいにフォワードが開けたスペースに飛び込むってないじゃん、バルベルでって。ベンゼマ開けました、バルベルで飛び込んできてクロスで叩き込みましたって見たことないでしょ。っていうのを言ったんだけど、いや、バルベルで裏走ってるし、みたいになったのと一緒で、ベジェリンは基本はこのウィングが持ってるところに基本こうスすよ。ずっとこの辺いるから、ビルドアップの時は。だけど、この辺でパスワーク参加した時にこういう風に、 振り分けらんない。だデストとかダニアウベスがやってるやつ。今だとウォーカーとか、まあ、左だとチンチェックがやってる。これは得意じゃない。あの、パスも整体できないから、パスの出し先の人呼ばれるし。で、ボールこう受けてる選手に対して、確かに詰まってる時にこう内側走るシーンはありますよ。だけど、俺は中を取れないって言ったの。走れないって言ってないだから、まあ、この辺は勘違いしたの分かるけど、ここでトップ下みたいなプレイはできない。これをデストはできんマズラウィーとか。 だから、バルセロナの場合は、こういうところでデンベレ貼ったりするでしょ。ってなった時に、インサイドハーフが低い位置取ってる時がとかあるから、サイドバックが中入って、ここでワンツーしたりとか、最近のダロとかがやってるプレーが必要なんです。でも、ベティ、あのー、アーセナルの時に、ベジェリンは、ここでトップ下みたいなプレーを、アルテタにやらされそうになって、やらされてて、全然うまくいってなかったっていうのはみんな見てるでしょ。で、あれが上手くなるって基本ないのよ、サイドバックで。これをやらされ続けて、 まあ、そういう選手もいるのかな、みたいな。だけど、ベティスのサッカーって基本これで、こうだから、で、時々こうで、で、時々こうだけど、ここのプレイ上手くない選手が、ここ入って上手いわけない。っていうやつ。だから、ここまで説明しなかったから、勘違いされちゃったなら申し訳ないですけど、純粋に詳しく聞きたい。だから、今ので納得した。だから、今後も、ベジェリンが、この、 3バック、4、えー、バックのサイドバックでここで受けてあのハマるってシーンあるだろうし、ここで受けたときにちゃんとここ合わせないっていうのはあるだろうし、当然ここベジーンが取ってほしいのに、取ってくれない、もしくは取った時のここのプレイよくない。でもここの走り分けっていうか、ただ走ってくだけならできるから。そう。そういうこところは、その辺はまあ、説明不足って言ったらそれまでが別に生配信とか見てるじゃなくてさ、うん、ツイッターのね、 今 <laughs>、今日言われたんだけど、まあ、レオザさん入れてなんだかんで言ったらバズりますからね、みたいな。スクショつけて、みたいな。そう。だから、あれ、あのスクショとかでね、まあ、まあ、よくあるやつですね。いいねとかリツイート稼いで、みたいな。また、ウパメカの時と一緒だし、アーノルドの時と一緒だし、ベジニングがうまくいかなかった時に、あれ、レオザ言ってたことを正しくねってなるっていう。これはちょっと見ちゃったから喋ったけど、今、スパチャ来たし。基本はこういうの、本当は仕方したいから、 <laughs> スパちゃん来なかったら、まあ、仕方してるから許いろいろみんなで、えー、追いながらいろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そしてサッカー戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。